ケンゴです。サリです。今回は肉バルに行きたいと思います。はい。肉バルって何？今日はね、肉がめっちゃ食べたくなりまして、じゃあ、どこの？心斎橋にありますバルバッコアさん。ほう。やった？バルバッコア。バルバッコア？で、お肉専門店なんかな、そのね、バイキング形式でみたいな、で食べれるんですけど、そこでこう席に回ってきてこう切り分けてくれるんですよ。ああいいね。よくない？そう、出来たてをいろんな部位をこう。こう切り分けてくれてやな、持ってきてくれんね、肉自体をこう、どん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 追加でみたいな。それが肉バル？あ、それが肉バルっていうの？いや、分かれへん。あ、それは分からんへんねんけど、そこに初めて行くんよ俺も、どんなところかも分からへんし、どんなね、料理があるかも分からないんですけど、バイキングかな。そうかな、お腹いっぱいね、肉を堪能したいなと、はい、いいね、思うんでちょっと行ってきたいと思います。ケンゴと心斎橋は初か？初やな、うん、動画上では初、うんうん、たまにはいいね、うん、ということでちょっと、はい、2人で食事の方に行きたいと思います。じゃあまた後で。どこですか？これか。はいはい、へえ、あ、こんな感じ。乾杯しようか。乾杯。どうぞ。バルバッコア。
you think everything's going fine. You sure got a funny way of showing it, so this is where I draw the line. If we could just solve all this confusion, if we could sort it out, we could through this situation, no more hesitation, focus on what we're はい、ただいま帰宅しました。はい、はい、おかえり。どうでした？めっちゃお腹いっぱい。ほんまにな。なんか案外、うん、こう一切れくれるやん。うんうん、一切れくれる。その一切れでさえ結構ボリュームがあるから。確かに。もうすぐお腹いっぱいになった。確かに、うん、サラダとかも全部みずみずしくって、うん、めっちゃ。そうやね。美味しかった、うん、美味しかったな、ほんまに。デザートもな。そうそうそう、デザートもほんまに満足でしたね。なんかすごい外国に行ってるような感じの。肉の塊をずっと食べてるから。そうそう。もうね、あのお肉がもうめっちゃ食べたいとか、うん、そういう方にはほんますごいおすすめ。で結構ペースが早いんですよね。そう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 、どん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 あの追加でっていうか、こんなねコインがあるんですよ。欲しいですっていう方にしといたらずっと永遠こう持ってきてくれるんですよ。肉をよくあるパン食べ放題とかでありやストップと続けるみたいな。そう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 、そんな感じだよね。外国人の方がねまだ前持ってきてくれててなんか雰囲気もあったよな、めっちゃ。うん、サリ的にはね、はい、パイナップルがめっちゃ美味しかった。焼きパイン。あめっちゃ甘くて美味しくて、はいはい、うん、あれちょっともう一回食べたかった。コース自体は5500円のみですね。5500円でバイキング形式っていう。でサラダも食べ放題の、ちょっと一品も食べ放題で、あとは肉があのこう来てくれる人とかね、うん、がずっと回ってきてくれるっていう。でプラス飲み放題が何段階かあるっていう感じかな、うんうん、だからサリはなしで、なしでっていうのもできたもんな、うん、だから片方なしで、そうそうそう、僕は一人だけっていうのも可能でした。なんか楽しかったからさ。楽しかったな。やっぱりバイキングっていうのは楽しいんで、その値段でこんだけ食べれて楽しめたら十分かなと思いましたね、うん、個人的には。満腹です、うん、そんな感じかな。言いたいことなんかある、うん、焼きパインが美味しかった。焼きパインは美味しかったかもしれない。もちろんお肉も美味しかった。あ、お肉ね。なんかあの店員さんのサービスとかもすごい良かったし、うんうんうん、あのお店の雰囲気も良かったし、うんうん、あのコロナ対策ももうバッチリでした。バイキングやからっていうのでちょっと気にしてたんですけど、うん、しっかり手袋をしてそこにアルコール消毒をしてマスクを着用して取りに行くっていうスタイルで、うん、な、もうしっかり徹底してはったんで、うん、まあ安心して食べることができました。だからコロナの中でも全然いけるんじゃないかなっていう印象を受けましたね。まあそんな感じで、はい、今日は満腹になったんで良かったです、はい、お腹いっぱいです、うん、また次回の動画で、まあ、次回どこ行くかな。
緊急事態宣言が出るから。あ、そうやね、緊急事態宣言が出るからお家かな、お家企画になるかもしれないですけど、また次回も見てくれたら嬉しいです。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。